こんにちは、小川まどかです。ゴーゴージャングルマーケットストラテジーの時間になりました。この番組は裁量トレーダーの皆さんもシステムトレーダーの皆さんも、さまざまなトレードスタイルの個人投資家の皆さんにマーケットに関するストラテジーをお届けする番組です。では早速午前のマーケットから振り返ります。午前の日経平均株価は小反発でした。午前の終値は59円82銭高い16,639円85銭でした。前の日のダウが100ドル以上上がった上に円安方向で戻ってはきましたが、昨日の日本株で先回りの買い戻しがあったとみられ、今日は薄商いで方向感のない展開となっています。とはいえ投資家の株への期待値が低いと言われる中でこの水準を保っていることを考えれば悪くない内容とも言えるということです。東証一部の売買高は概算で7億8200万株、売買代金は7800億円、値上がり銘柄数は1073、値下がり銘柄数は692、変わらずは184銘柄となっています。トピックスはプラス 4.96 の 1337.39 となっています。続いて為替です。日経平均株価がマイナスに転じた場面では歩調を合わせるように円高方向に振れましたが、基本的には下げしぶる展開となっています。現在のドル円は107円の70銭台、ユーロドルは 1.1354 から56近辺、ユーロ円は122円の20銭台から30銭台となっています。続いてはこちらです。ゴーゴージャングル人気ピックアップコンテンツのコーナーです。今日はフィンテック e コマースサイト FX オンで配信されている人気コンテンツをご紹介します。まず FX オンで毎日公表しているシステムトレード売れ筋ランキングでは一本勝ちが再び首位に返り咲きました。外国為替市場が大きく動く中、ドル円を対象としたスキャルピングタイプの一本勝ちと、今週首位を譲ったユーロドル一本足高速スキャ EA とのトップ争いに注目が集まりそうです。変わって投資サロンコーナーの新着コンテンツです。三菱商事の貴金属チーム出身で元世界最大手のプラチナトレーダー近藤雅代さんのコモアイレポートが配信となりました。激動のコモディティ市場を40年以上渡り歩いてきた近藤さんがお送りするコモアイレポートでは、経験に裏打ちされた鋭い洞察力をもとに国内外の原油やゴールドなど全てをカバーした最新のコモディティ情報が網羅されています。どうぞお見逃しなく。すでに FX オンとストックボイスのホームページにあるバナーからもアクセスが可能です。たくさんのご参加をお待ちしております。さて現在ゴーゴージャングルが運営しているフィンテック e コマースサイト FX オンではエキスパートアドバイザーやトレードツールなどをご提供いただく出品者の皆さんを募集しています。またブロガーの皆さんにはマーケット関連の最新アフィリエイトプログラムでゴーゴージャングルを応援していただくパートナーの皆さんを募集しています。詳しくは FX オンのホームページまたはお問い合わせフォームにご連絡ください。この後はゲストの方にお話を伺います。今日は島力夫さんです。この番組は投資家の英知をすべての人に、 FX オンを展開するフィンテック e コマースのリーディングカンパニーゴーゴージャングルの提供でお送りします。ゴーゴージャングルマーケットストラテジー、ここからはゲストの方にお話を伺います。今日のゲストは島力夫さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日の
お話のテーマはイベントリスクということなんですけれども、はい、イベントというとこれまでにもいろいろなイベントがありました、はい、ちょっと為替のチャートとともに振り返ってご覧いただきたいんですけれども、はい、このようになっています。ですね、はい、まずここ最近の動きを見てみますと、この最近の動きはですね、何か意外性のあるこのイベントといいましょうか、はい、事件があって、それでマーケットが素直に反応し、素直に反応して、まあ、意外性があることで反対方向にもよく動いたというマーケットなんですが、はい、まずですね、4月の終わりに日銀政策変更なしというのがありましたけれども、変更なしで意外というのもおかしいんですが、マーケットはあの金融緩和を織り込んでいたものですから、ものすごく動きました、はい、その後ですね、意外なことだったのはアメリカの、 あの為替政策が大きく変わってきました、はい、米為替報告書の中にですね、日本が監視国として対象になりまして、これで105円台まで落ちてですね、ゴールデンウィーク明けはどうなるんじゃな、どうなのかというふうにですね、皆さん緊張したんですが、はい、それを救ったのはですね、アメリカの利上げ観測ですね、FOMC の委員たちがですね、6月または7月に利上げしたいと次から次へと発言し始めまして、議事録で6月という言葉がですね6回出てくるなど、4月のですね FOMC の声明文を読むと、そんなこと皆さん考えたのっていうような声明文なんですが、はい、議事録ではですね、もういかにも、まあ、すぐにも利上げしたいというようなですね雰囲気ありありのように編集されてまして、はい、で最後はですねイエレンさんがですね、うん、In the coming months、まあ、日本語にすると数ヶ月以内に利上げっていう話なんですが、英語のニュアンスですと数ヶ月というよりはもう向こう 1,2 ヶ月ということです。だから6月7月に利上げするのが適切だみたいなことをですね発言したんですね。それでもう111円を抜けるかというようにな、この一目均衡表の雲を抜けてですね、はい、上昇するかと思われたんですが、突如現れたのブレグジット懸念ですね、はい、イギリスの国民投票、こちらがですねついに離脱派が上回りまして、これでですねちょっとリスクオンポジションというんですが、まあ、円をショートにして何かをロングにするようなポジション、よくリスクオンポジションというんですが、それが総崩れとなりまして、まあ、ここには書いてないんですが、まあ、総消費増税の先送りですとか、まあ、日銀の佐藤さんがですね、マイナス金利は良くないんじゃないかとおっしゃったりとかですね、ただまあダメ押しはですね雇用統計で、すごい数字が出てきまして、びっくりしましたね、まあ、口あんぐりっていう感じでしたね、はい、まあ、これで106円の半ばまで落っこったんですが、昨日のイエレンさんはですね、つい先週数ヶ月以内に利上げっていうふうにおっしゃってたんですけれども、まあ、長い目で見ると利上げが適切というニュアンスは、まあ、急に変えるわけにいかないですからね、持論を展開されたんですが、ただ数ヶ月以内という言葉は使われませんでしたし、はい、まあ、やっぱり7月の数字を見ないことには元に戻ったかどうかも分かりませんし、フォーカスは7月も落ちましてもう9月に移りました、はい、ただこの9月もですね本当に利上げできるかどうかというのはちょっと難しいと言いますのはですね、次の次のページ見ていただきますと、アメリカのですね利上げ、去年からですね隙があれば利上げしようとFRB はしてるんですが、はい、去年の8月チャイナショックというものがありました、それで、9月に本当は利上げするつもりだったんですが先送りされました、はい、で利上げ以降利上げしたいなと表明すると市場が混乱して、あ、じゃあやめますって言うとですね、マーケットが回復して、あ、じゃあ利上げできるかなと。で12月に利上げしたところ、今度はまたですね年初からですね、中国が人民元をいじったりとかしてですね、またマーケット混乱しました、はい、それでなんとか G20 で、マーケットを浮かばせてきたっていうのがこれまでのところでして、で今最近ちょっと安定してきたんでちょっと、あ、もういいかなと、チャンスと思ったんですよね利上げしたいって言ってきたんですが、今度はですね自分たち万全と思ってた雇用マーケット、労働市場が急にですね悪化してですね、
まずいなっていうところですよね。そうですね、なかなかそのトレンドができそうになると足元を救われるといった感じが続いてますよね。そうなんですよね。ちょっと意外性のあるこう事件ですとかイベントがどんどん出てきてですね、なかなかすんなりといかないっていうのが今年のマーケットですね、うん、ですからFRB は利上げしたいんですけれども、もう6月の23日に大きなイベントは控えております、それが次の、ものなんですけど、ブレグジット、イギリスの国民投票ですね、はい、欧州からですね離脱するかどうか、これを決めるんですが、その何て言いましょうか、キャメロン首相をはじめ、オズボーン財務相、それから世界各国がですね頼むからもう抜けないでくれと、はい、どうなるか分かってんですか皆さんと、経済的にはですね大変になります。財務省が出したレポートでは、ポンドはですね 12% から 15% ぐらい下落すると、はい、もうその瞬間下落すると思うんですね、経済が混乱します。まず貿易の取り決めがないからですね、はい、貿易も混乱すると。でこれまでですね欧州の中心だと思って、まあ、ロンドンが中心だと思ってたんで、そこに本店を置いてたそういう会社がですね、欧州に移動しなければいけないとかですね、本店機能を移さなければいけないとか、いろいろな混乱が想定されてます。自由にアクセスした欧州市場からですね、もしかしたら関税 5% なり 10% なりかかるかもしれないんで、経済的に困難になるのは分かりきってるんですが、多分ですね、でも投票しているイギリスの方はですね、それが分かった上であえて離脱を支持している人も何人もいると思うんですよ。そうですか。政権の中枢ですとか、シティの中にですね、支持している人がいっぱいいます、それは古くからのサッチャーからのですね、頑固な保守派という方々もいるんですけれども、やっぱりそう向こう 2,3 年少々経済的にですね、まあ、困難があったとしても、それでもですね、なんて言いましょうか、主権というものを大切にしてですね、国家の上にもう一つ何か国家が乗るっていうのは、それはやっぱり民主主義に反すると。イギリスは独立してるんだと。今イギリスが好調なのはやはりユーロに加わらなかったからだと。ポンドという通貨があったから今イギリスは好調なんだと、まあ、政治的にですね、どんどんブラッセルがですね、勝手なことを決めると、それは許せないと、でですね、そういう方々が根強くおりまして、この6月23日どうなるか分かりません。これイギリスが抜けるとですね、ポンドは軽く 10% から 15% 動きますので、今ポンド円が155円前後なんですが、まあ140円から130円に一気にいくことになります。そうするとドル円も105円あっさり割ってしまう可能性が出てきますね。イギリス一国の問題じゃありません、はい。またですね、ブレグジットの問題もあるんですが、この先トランプリスク、はい、トランプさんが大統領になったんですね、少々先ですけれどもね、11月ですが、この際もドルが10から20% ぐらい落ちるんじゃないかと言われております。はい。それからですね、リスクの最大のものはですね、やっぱり中国、はい、これハテナになっているのはどういうことなんでしょうか。いつ起こるかわからないということなんですが、はい、G20 でチャイナリスクを先送りしました、でその時にアメリカはすぐには利上げしないとかですね、人民元をすぐには切り下げないとかですね、暗黙のうちにドル高是正合意とかがあったとかいろいろ言われております、はい、けれどもですね、今中国の住宅市場どんどん上がっております。このバブルを、そのまたバブルを作ってですね、こうなんとか持たせようというそういう動きに出てるんですが、はい、やはり中国に必要なのはですね、構造調整であって、それは中国自身も分かってますし、人民月報にでも、人民日報にでもですね、権威筋っていう人がですね、これから経済は大変なんだよっていうふうにこう出てきてますけども、向こうも分かってるんですよ。ですからどこかでその調整局面が必ず起こります。これがですね、穏やかなものになるか困難なものになるか、ここがやっぱりちょっと今年はやっぱりですね、本当にリスクが多いなっていう感じがします。なるほど、まあ、特に直近ではその6月23日のブレグジットリスクというところですね、はい、こちらでそのどれだけ大きく動くか、先ほども大島さんにご説明いただきましたけど、皆さんよく注意なさってご覧いただければと思います。今日ここまでは島さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。
最後にゴーゴージャングルからのお知らせです。ゴーゴージャングルが運営している FX オンでは、今日ご出演いただいた島力夫さんや武者良治さんをはじめ、総勢20名を超えるトップアナリストが集結した国内最大規模の投資サロンを展開しています。この度プッシュ通知機能を搭載した公式アプリも誕生し、いつでもどこでも素早い配信が可能です。 Apple Store や Android の Google Play で無料ダウンロードができます。詳しくは FX オンのホームページをご覧ください。毎週火曜日のこの時間は、ゴーゴージャングルが様々なゲストの方をお迎えして、マーケットに関するストラテジーをお送りしてまいります。それでは来週お会いしましょう。失礼します。